第2回 YouTube のんくん始まりました。よろしくお願いいたします。第1回目に引き続き、名田屋酒造さんから名田屋酒店です。名田屋酒店もうイエスイエスイエス、それ飲んでますからね。大丈夫です。名田屋酒店から、はい、渡部、トムさんを、はい、トムです。はい、お願いします。第1回目に引き続き、お招きいたしまして、このね、ダイヤモンド、はい、このお酒の魅力について語っていってもらおうと思うんですけど、第1回目のところで、はい、お酒の味についてちょっと伺ったんですけれども、はいはいはい、お酒といえばね、はい、飲むシチュエーションなんですよ、これは僕の中でね。よし行くぞの、はい、酒よですよ、はい、うん、一人酒、いや、いいっすね、いい声ですね、手酌酒ですよね、こうやりながらですね、こう、はい、どういうシチュエーションでこのお酒を飲んだらいいのか、ちょっとこれをね、今日は僕は伺いたいなと思ってまして、例えばこれお酒飲む時のシチュエーション、大きく分けて2つです。はい、悲しかった時、別にその女に振られたでも何でもいいですよ、指令が、亡くなったとか、まあ、なんかいろいろありますよね、うんうん、その悲しい時に、うんうん、自分を慰めてくれるお酒なのか、うんうん、もしくは例えばすごく嬉しかった時、うんうんうん、大好きな野球チームが優勝して、うん、今日はなんか飲むぞという時のお酒、うんうん、はい、この2択で言えばどちらですか。そうっすね、まあ、どっちかっていうとこう、まあ、明日に活力を入れる酒だと思うんですよ。まあ、悲しい時に飲んでもらっても全然いいんですけど、ただそのやっぱりね、自分が奮い立って、はいはい、何かを成し遂げようとか何かをしなきゃいけない時にこのお酒を飲んで、なるほど、自分の中で、まあ、勇気って自分の中からしか湧いてこないじゃないですか、はいはい、なんでそのいい意味でそのこのお酒を飲んで自分の中からもう一回ね、そのスタンドファイトみたいな感じの部分を作ってくれる。なるほどね、はい、確かに言われ、もうおっしゃるように、これね、飲んだことない方は本当にね、一度飲んだ方がいいんですけれども、パンチの強いお酒なんです。辛口なんですね、はい、すっきりしてはいるんですけれども、非常にこう味わいが濃い。そうですね、やはりこう、ね、すごくこう、まあ俗に言うフルフレーバーってやつですよね。はい、確かにね、明日への活力か、うん、わかります、それはね、わかりますよね。まあ、ということは、はい、どっちでもよくないですか、はい、そしたらそうですね、悲しい時にこれを飲んで、はい、うん、チキショーやって、もう明日からお前見てろよバカ野郎っていう感じで。そうですね、ただなんか僕のイメージだと非常にこの、ダイヤモンドの、ダイヤモンドのダイヤモンドそうだね、非常にこのね、お酒のストーリーも含めて、やっぱりその、まあどちらかというと、憂さを晴らすってよりかは、うんうんうん、やっぱりその喜びを増幅させていくような、うん、そうですね、もしくはやっぱり自分自身に対して、そのまあもっともっとね、ポジティブになれるようにっていう。じゃあ例えばですよ、うん、すごくタフな仕事がこう立て込んでた時に、うん、全部やりきりましたと、はい、ご褒美でこれっていうのはいいわけですね。そうっす、でも、うん、まあ実際シチュエーションというよりかは、そのなんていうんですかね、どっちかというとお食事と、あ、食事と、ね、合わせる方が、はいはいはい、やっぱりメインなお酒ではあると思うんですよ、うん、まあ、例えば今言ったようにご褒美だと、まあ、大吟醸、純米大吟醸とか、はいはいはい、非常にね、綺麗な、うん、もっとこう、要するにさらっとしたお酒でこう香りがね、こう立つような、もちろんうちのね、酒に取り扱いあるんですけど、ただこのお酒はどっちかっていうと、そういう意味合いよりかはやはりその、チキショーってやってやろうっていうやっぱ反骨心なんだ。反骨心ですよね、だからそれロックな酒ですよね。ロックな酒だ、なるほどね、なるほどね。そう、なんでこう本当に、まあ、まあ本当に意味を込めて言えば、非常にやっぱり自分にカツを入れる酒という、カツを入れる、はい、なるほどね、うんうん、ただやはり料理ですよね、料理ですからこれは、うん、でこの後にですね、この後にというかですね、まあ今後この、お酒とこのおつまみとというね、企画が待っておりますので、楽しみ、ぜひ楽しみですね。どんなね、のんくんの、のんくんの、のんくさんの料理が出てくるのか、これね、もちろんそのダイヤモンドも、宣伝したいんですけれども、はい、
居酒屋のんくんもちょっとやっぱり宣伝したいわけですよ。もちろんですよ、ね、ぜひぜひ。で、ここに来ないとこの組み合わせができない、まあ、ダイヤモンドさんは、うんまあ、もうこのお酒は、まあ、結構いろんなところで飲めるかもしれませんけども、はいはい、このお酒とこの料理っていう組み合わせはね、うん、すごくとても素晴らしい話だと思う。素晴らしいですね福島さん。おっしゃる通りで、いやおっしゃる通りで、本当にお酒って表情を変えると思うんですね、はいはいはい、作り手さんとか例えば雰囲気であるとか、はい、人であるとか。なので、ね、昔どっかで飲んだことあるとかああだとかっていういろんな理由あると思うんですけど、やっぱり場所を変えてお料理を変えて人を変えればまた違う出会いがあると思うんですよ ね。僕は個人的には人がめっちゃでかいと思うんですよ。まあ全然そうですね。どんなうまい酒でもやっぱ嫌いなやつと飲んでるとまずいっすよ。まあ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 そうですね。なんかね、もう僕は一緒に飲む人っていうのは、うん、極めて大事かなという気がしますよ。でもとても大事だし、まあ、大切にしたい要素ですよ ね。で、うん、そういう例えばなんか自分の大切な人、好きな人と一緒に楽しい時間を過ごすときに、うん、こういういいお酒があればいいじゃないってことですけど、ね、もちろんそうですね、うん、ちょっと伺いたいんですが、うん、ダイヤモンドですよ。ダイヤモンド、ダイヤモンドです。ダイヤモンド、ダイヤモンドね。いつダイヤモンド、ダイヤモンドです。この名前というのは、はい、どこから来てるんですか。ありがとうございます。もう本当に非常に嬉しい質問というかありがたい質問なんですけど、1回目の時にもお話しさせてもらったんですけど、非常にキャリアのスタートからこの西岡酒造さんはお世話になっていて、とってもね可愛がってもらっている酒造会社さんなんですけど、そこでですね、僕が本当に、兄さんと言わせてもらっている方がいて、でその島村さんって方が、副杜氏さんでいらっしゃるんですけれども、はい、その杜氏さんはね河野さんって方がいて、副杜氏さんの島村さんっていう方がもう本当に僕は兄さん兄さん兄貴兄貴って呼んでて、もう本当に遠く離れた場所でもすごく慕っている人なんですね、でその方が今回その責任タンクって言って、いつもの杜氏さんの下でナンバー2なんでこう管理してる方なんですけど、一本丸々自分で作るっていう。ほうほうほう。で、そんな話あるんですかって、絶対買います全部って話から、島村さんじゃもう責任のもとにこう、その通り島村さん監修したっていう。なんでここにも書いてあるんですけど、名田屋かける島村博文、ああ島村博文さんって言ってるんですね、はい、本当にかっこいいうちの兄貴なんですけど、なんでもうそんなね素敵なその最初のお酒は、まあ、うちが買わしてもらうっていうことで、はいはい、それでまあこういう企画にはなっていたんですよ、名前はね2人で決められずにいたんですけど、そのお互いまあ兄さんも今回初めてのタンク、はい、僕もねやっとこう駆け出してきて、まあ、こうやってのんぐんさんやね福島さんに会えてまた新しいこう出会いを重ねさせてもらっていて、本当に良心のおかげなんですけども、はい、その中でやっぱりそのもっともっと上行こうぜって、もっともっと自分たちを磨いていこうよって、成長していきたいと。その通りですよね、うん、ここで終わりじゃないじゃん、いつもここで終わりじゃないじゃんって、はいはい、で練習しなきゃいけないじゃないですか、いろんなことを勉強しなきゃいけないしって、恐れちゃいけないよ、なんか分かんないことが一番怖くないですか。そうですね、なんか何をやっていいか分かんないからできないとか、はいはい、でもやってみたら意外とできるじゃん俺とか、はいはい、うん、そういうのでなんか立ち止まらないで磨き続けようぜって、うん、なるほどなるほど。でいつかダイヤモンドみたいに、ああ、うん、なるほどね、輝けるようにっていう。ダイヤモンドって磨いて磨いてですもんね。おっしゃる通りです、その通りです、うん、なので最初はね黒っぽい石を磨いて、磨いてになるじゃないですか、だから俺たちも磨いて、いつかねダイヤモンドのように輝けるように、おお、そういうお酒として、なるほど、まあ、作ったっていうのもストーリーの一環なんですけど、はい、と同時にやっぱりこれすごくパワフルなお酒なんで、はい、やっぱりそのダイヤモンドのコード、非常に硬いコードですよね、はい、非常にパンチ力のあるそのお酒のイメージとも当然合うと思いましたし、うんうん、みんなにもやっぱり覚えてもらいたかったんで、まあまあ一回耳に入ればダイヤモンドっていうのを覚えてもらえる、はい、ちなみにですね、はい、ダイヤモンドというものに対するもう一つの僕らのイメージとして、はい、ものすごい高いっていうイメージがあるじゃないですか、あダイヤモンド、はい、ちなみにこちらのお酒、こちらはですね、なんと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 、 なんとお手頃価格の、お手頃価格ですね、まあ多分その卸売りのその価格によってちょっと変わるんでしょうね。いやもう全くもう本当に一律です、これも もう税込みで、税込みで、税込みで、なんと税込みで、なんと
2698。2698来たよ。来ました。来ましたよ。2698円。マジっすか。そうなんですよ。値段はダイヤモンドじゃないんだ。じゃあもうこれは俺たちがダイヤモンドになるためのお酒なんで、要するに皆さんも飲んで心の中のこう、要するになんていうんですかね、こうなんか払い切れない石ころが、はい、いつかちゃんとこう磨いて磨いて、こうちゃんと自分が大人になった時に、うん、輝けるようにっていう意味を込めてこの酒を飲んで磨いてもらえたらなって。はい、だからむしろダイヤモンドっていうのはこのお酒もそうなんですけど、このお酒を飲んだ皆さんの心の中にある何か、心の中がダイヤモンド。いや、その通りです。すごいなぁ、これはもうそういう思いで、ダイヤモンド、ダイヤモンドですね。もう一回です。発音は、発音でちょっとこだわりが、はい、もう一回一緒に行きましょうか。せーの、ダイヤモンド。その通りですね。その通りですね。もう、なんか悲しくなった時とかには必ずこう、せーの、ダイヤモンド。これをやってもらいたいな。ありがとうございます、なるほどね。一つよろしくお願いいたします。3000しません。はい、卸売の価格、はい、お店で飲んだらそれなりにしますよ。当たり前ですけどね。はい、こちらのお店では、いくら530円、1杯530円。こんなに入って、こんなに入って、こんなに入って、もういっぱい飲んじゃったからもうそんなに入ってないですけど、こんなに入って、こんなに入って530円。おかわりしていいですか。そうっすか、それは全部ありがとうございます。ちょっとなんかでもね、ちょっとこれはもう、ちょっとお酒全体に、あ、すいませんね、はい、言えることなんですけど、値段イコールうまさじゃないっていうのが、結構その、もちろんね、味の好みっていうのがありますよね。で、素晴らしい質問ですね。僕ね、たまたまなんですけれども、以前仕事で高知にやっぱり何回か行ったことあるんですけれども、高知に行った時に僕自身が一番美味しいなと思ったお酒がですね、土佐鶴っていうお酒、はい、二級酒なんですね、はい、これ二級酒なんですけれども、すごい酒臭いんですよ、はいはい、わあ酒だーみたいな感じで、で、それを飲んだ時に美味しくてですね、でそれがまあはっきり言ってランクとして、値段のランクとしてもすごい低い方なんですね、はいはい、でお酒ってそう、まあ、値段でもちろんね高くなって良くなるものもあると思うんですけれども、はい、まあ、好みとかそのシチュエーションとかにもよると思うんですけども、そうですよね、うん、高ければいいっていうもんでもないですよね、多分ね。まあ高ければいいっすよね。まあやっぱそうなんだ。高いといいんだ。高い酒はやっぱうまいっすよね。だから、まあね、要するにそのお酒ってさっきからお話ししてる通り、そのお酒、今日は今ね、お酒だけのトークなんはお話なんで、そのお酒だけ飲んでるけど、大体お料理がつきまとうじゃないですか。はいはい、そしてその、まあ、ちょっと言い方変なんですけど、やっぱり日本酒って必ずお料理が。あると思うんですよ。そうですね、当てという言葉ですね、うん、だからその当てとのそのマッチングというか、俗にそのワイン的に言うとマリアージュってやつですよ、はい、結婚って意味ですけどね。マリアージュやーですね。でそういうのが積み重なると、高いお酒だとやっぱりその対応できないつまみもあるんですよ、ね、ああなるほどね。だから高いお酒っていうのは非常にお金がかかってるわけですよ、酒蔵さんも。そうですよ、はい、僕今ちょっとふと思ったんですけど、はい、すっごい高いお酒を飲むときに、はい、柿の種食わないですよね、多分ね。あ、まあだから塩舐めるような感覚で柿の種をがっつり潰してそれを舐めながら飲むんだったらまだいいですけど、まあまあそうですよね、なんかね、うん、もったいない感じがちょっと確かにね、しますけどね。そうですね、まあできるだけやっぱり非常にね、お値段がするお酒には、うん、まあ少しね、ねえ、いきますけど、うん、でも僕実は柿の種つまみながら、うん、日本酒飲むのすごい好きなんですけど、うん、まあ、合いますよね。合いますよね、塩辛いもんがね、まあ、特にその今言った土佐鶴の二級酒なんか一番いいじゃないですか。もうすごい合うんですよ、うんうん、いや、そのやっぱりこうお酒ってシチュエーションだと思うんですね、今言ってる通り、例えばこうそこのお店屋さんが何の料理をやってて、その要するにどんな店主さんかで、そういうのがそのどんなお酒を置いているのかにもつながるし、うん、だから何て言うんですかね、その全部がストーリーなんですよね、はいはい、だからさっき僕最初第1回目の時に言ったんですけど、日本酒って少し食べ物的要素もあるって言ったんですけど、うん、そうですね、お酒ですね、うん、飲み物だと例えばウーロンハイとかレモンサワーとかだと、はい、もうガブガブ、そこには確かにストーリーはないですね、まあ、ある意味もちろんね、上質なウーロン茶を茶葉を使ってね
いや素晴らしい。どんだけやってもウローハイは通りはないですよ。いやでもね、いつかねそういう店一緒に行けたらいいですよね。ね、そうですね。だから、まあ、要するにそこまでのストーリーをもう坂倉さんが作ってくれてるわけじゃないですか。もう仮に福建省まで2人で旅行してこれが最高のジャパだと俺たち見つけたよと。マジか。ああ、そこまでやって焼酎とかも超選んだら最高のウロチができると思いますけど。なんすか、僕らじゃあフランスあたりエビアンでも組みに行くんですか。いやもうそのノリですよ。そのノリですよ、ね、そのノリで作ってるのが日本酒っすよね。そうですよね。ああ、もうそんなに手間暇かけてどうすんのっていう。その通りです。だからやっぱりそこまで手間暇かけて作ってくれた日本酒っていうものに対して、やっぱりこういろいろ語りたいじゃないですか。まあそうですよね。ああ、これ実はさとか、うん、そんなお前ら簡単に飲んでっかもしんないけどめっちゃ大変なんだからこれ作るのなっていうとかね。あのやっぱりしかも今言ったこの島村博文さんじゃないですけど、顔が見える生産者っていうんですかね。かその作っている人の性格や顔もよくわかるし、はい、要するに例えばねまた思い入れも強くなるだろうし、うん、そういった意味で二重三重の楽しみやっぱりあると思う。なるほどね。それは多分唯一無二で、やはり日本酒っていうのは、他のお酒よりも、少し変な言い方かもしれないけど、この魔法のお酒というんですかね。うん、そうですね。あの悪い魔法がよくかかりますけど、はい、日本酒麺だもん。もうだってもう日本酒麺だもん。大砲石が日本酒は飲まないって言ったらしいです。なんでですかって言ったら、日本酒はうますぎるって。ああ、うますぎる、うますぎる、飲みすぎちゃうっていう。うますぎる、日本酒だったらうますぎる。まあまあまあでも、まあ、日本酒離れすごく激しいんで、ぜひそう言わずにね、皆さん本当に飲んでいただけたら嬉しいですよね。そうですね。ただ、はいはい、すいません、ガブ飲みするものじゃない。はいはい、うん、要するにちゃんとしたお料理屋さんでしか多分出せないのも日本酒だと思うんですね。はいはい、要するにのんくんさんみたいにちゃんと手間暇かけて仕込んで、ちゃんとね、仕込みからちょっとさっきから気になること1個だけですか、のんくんさんをやめましょうか。あ、魚くんさん。なんか変なの、のんくんでね、のんくんでね、のんくんでみたいに、ちゃんとねお料理頑張って、そして日本酒もみんなに飲んでもらえて適正価格というか、はい、うん、そういう風にやってるところで、うん、まあ要するにお食事とお酒を楽しむっていう、そういうなんかなんて言ったらいいんですかね。だからその本当に食事をスローイーティングっていうんですかね、はい、だからそういうのを、まあ、日本酒を通して若い方とかにもどんどんチャレンジしてほしいですよね。なるほどね。うん、じゃあ、トムさんからしたら、はい、こういうお店に卸すのは何ですか、その本望というか。あ、もちろんですね、はい、料理と一緒に楽しんでもらえるところっていうのはいいですね。あとやっぱりこのハートがあるんで、のんくんはそういうところでやっぱり卸してても当然どんどん本当にその一緒にね、このウクレイダイヤモンドを応援していけるっていう、そういう心強さっていうか、そういうのがありますよね。なるほどね。うん、ぼちぼちいい時間になってまいりましたんで、本日はちょっとですね、はい、このダイヤモンドのですね、ダイヤモンド、ダイヤモンド、ダイヤモンドのですね、ダイヤモンド、どういうシチュエーションで飲むかということを、はい、ちょっとトムさんに伺ってたんですけれども、はい、ちょっと一つだけ、僕の方からちょっとちょっとお願いがあるんですが、はい、もしですね、はい、このお酒を、はい、女の子に振られた時に、はいはいはい、しくしょう、明日からまた俺はかっこいい男になるんだ、はい、で今までの話の流れだそうですよね、という気持ちで飲んでる男の子に一言お願いいたします。なるほど、うん、まあ僕もその一人の一環なのかもしれないですけどまあいっぱい振られていっぱい恋しましょう。ありがとうございます。それで、すみません。ありがとうございます。第2回の、ゲスト、渡部智さんです。ありがとうございました。本当に今日もありがとうございます。